え9月27日の20時過ぎたんですけども、今朝の相場解説のまとめをしていきますね。えー、私は今日、こういうふうにお話しましたよね。ここをお起点に左右対称に見えるよねって、ここを V の字で、こういうふうになっていって、で、私はね、値上がりをするんではないかなっていうふうにお話しました。今、左右対称に書いてるでしょで、下がっているところ、 下がっているところで、ここが私がこうなりますよと予測したところです。なぜならこっちがこうだからですね。で、その後は横ばいが入ると。で、その後は横ばいが入ると。はい、いかがだったでしょうか。ここでエントリーできた方、そしてここでエグジットできた方、理学おめでとうございますと。うん、朝お話した通りですね。 えー、こういうふうにね左右対称ってのも何回も出てきたパターンなんですよだから親もしかしてと思った時に私はこの手法を用いるんですけどもとくしくもですねこれ動画を繰り返し見ていただければ分かるんですけどもここでエントリーしてここで抜けてるというふうなこともやってたと思いますね懐かしいですねこの図を見て左右対称見えませんかなんか不思議ですよね相場っていうのはうんでこれくるっと 逆回転させたらヘッドアンドショルダーにも見えなくもないんですよ。これ余談ですけども。ヘッドアンドショルダーに見えなくもないですね。これね。でもヘッドアンドショルダーじゃないんですよね。これ逆アンドヘッドショルダーね。違うんですよ。これ余談です、完全に。はい。今日の相場解説は以上です。えー、じゃあ、明日も頑張っていきましょう。